はい、今回のテーマはですね、その平均的なプレイをやめてくださいという、少しこう強いメッセージを出しているんですけども、以前もですね、どのような伸びが、自分の伸びしろに困っている方、もしくはこう成長するマインドセットを持ってやることが大切ですよっていうのを、メンバー限定の方に向けてですね、動画を配信したんですけども、これと少し、似ているようで、こうある程度自分が、満足にプレイできる、例えばドラムに関してでいうと、こういろんなこうパターン、ビートのグルーヴのパターンを覚えて、ある程度自由にですね、こうドラミングを叩いてって言われた時に、という感じでスムーズに、自分の思った通りに叩けると、ここまでレベルアップしてきたなってなってくると、結構ですね、ここで満足してしまう方が、非常に多いんですね。ただそれっていうのはアベレージ、つまりごくごく普通の、インターミディエイトと言いますか、中間的、平均的なラインなんですね。そこから一歩、こうもう一歩ですね、抜きんでないと、やはり大多数の支持を得られないというか、そんな感じになるんですよね。で、その平均的なもので満足ですかっていうのをですね、今回はですね、ちょっと問うてみたいというところでございます。例えば、冒頭で見せたようなこの、パラディドルディドルなんですが、6ストロークとも、言いますけども、これの、入れ替え、インバーデッドでやったり、これを使って、例えば、ビートをすると、なるのが、一般的なんですが、これをですね、例えば、入れ替えインバーデッドしてみるとか、もしくはキックを入れてみるなど、このフィルイン一つにでもですね、とこう多彩にやり方があるわけですね。で、これをですね、一通り自分ができているかどうか、これをですね、再認識、再確認してほしいと思います。例えばキックを入れたパターンだと、もしくは、インバーデッド。という感じで、一つのルーデメンスでもですね、何通りかのやり方があると。これをこう使い分けていく、一つのグルーヴで、いろんなパターンを使って、こう、色を変えていく。ここをですね、皆さんもですね、チャレンジしてやってみてほしいと思います。ここからですね、よりこう平均的なプレイよりも、こうもっと、こう、一歩ですね、先を進んで、こう、ずらーっと横に並んだものからですね、一つ抜きんでる形で、こう、レベルアップできると思うので、皆さんも、ここら辺を、チャレンジしてみてください。今ご紹介したのはこの6ストロークのパターンでしたけれども、他にもシングルストロークのアクセントチェンジだったり、もしくはパラリといろんなルーディメンツもありますので、こちらでぜひですね、いろいろ試してやってみてほしいと思います。それではまた次回お会いしましょう。